印在金は、韓国における社会運動家、政治家である。夫は2011年12月に他界した韓国、民主化運動の指導者で、政治家であった金金す氏。理科女子大学校社会学科在学中から、民主化運動に、参加、1980年代の初期代後、共和国時代は、在野の民主化運動組織である、民主化実践家族運動協議会や、 民主統一民主運動連合で活動した。近近隊が1985年に逮捕された際、警察での取り調べ中に電気拷問が行われた事実を暴露するなど、逮捕投獄されることが多かった近近隊の活動を献身的に支えた。1987年には近近隊と共にロバート・ケネディ人権賞を受賞した。2011年12月に金、 近代が拷問によって生じたパーキンソン病で、他界した後、彼の意思を引き継ぐ形で、民主党合同から12年4月に行われた総選挙に出馬、初当選を果たした。2014年3月に、民主党と新政治連合が合同して結成された、新政治民主連合では、7月の国会議員、再補選惨敗後に、党立て直しを図るため同年9月に発足した。 臨時党指導部を構成する委員に任命された。1953年11月11日、軽機動効果軍にて出生ありがとうございます。